すごいですね。そうですね、この大画面また迫力あるし、石畳一個一個がちゃんとできてる、すごい、はい、しかもなんかリアル、こういうところもリアルですよ ね、はい、もうこのようにですね、今この街がですね、まさにお先ほどのオープニングムービーで出てきた、飛んでく飛んでく、ちょっとこう香港の街並みのようなイメージの、はいはい、街なんですけど、こちらはですね、ジェイルアイランドのスチール街というところになっています。あ、撃たれちゃいました、撃たれちゃいました、手袋が、手袋が邪魔してるかも、手袋のせいか、手袋のせいではないです、大丈夫です。ここ敵がいたんですけども、しっかりやっつけていきます。あ、撃たれた、危ない、しっかりやっつけていきます。やっぱりジェイルアイランドだけあって海軍なんですかね。はい、あ、そうです、ガトリング、ガトリング、先ほどですね、オープニングムービーにも出てきていたんですけども、はい、この島は、はい、もう十数年以上前の戦争で一回かなりボロボロになってしまっているんですね。一度もボロボロになった街並み、はい、でそのボロボロになった島を海軍が主導になってここまで復興させたというですね、そういった背景がございます。はい、あ、じゃあ海軍がやったということはやっぱりちょっと軍事的な匂いとか無理やり感があったりとか、ね、結構ですね、今この街非常に近代化された街並みですけども、近代化されたビルの、ね、街並みですからね。あっちの方を見ると結構大きな山が、綺麗ですね、はい、ございます。こちらですね、あの昔は天然資源、鉱物がたくさん取れた鉱山になっておりまして、はい、その他もですね、あの町には、島にはですね、まあ、当然海も周りにございますし、うん、まあ、森もあったりとか、まあ、非常にですね、自然豊かな島だったというところですね。完全に八幡九山がゲームのカリスマというよりなんか観光大使みたいになってますね。そうですね、ジェイルアイランド観光大使、ちなみに右手に見えますのは、はい、この右手に見えますのは風光明媚な、はい、そうですね、もう謎のこの丸型の屋根ですね、こちらがですね、はい、でそういうのじゃありません、ちょっと確かにですね、もうあの時間がいくらあっても足りないぐらい紹介したいところがたくさんあるんですけども、じゃあちょっと早速あの、はい、いろんなアクションをしてみたいと思うんですけども、はい、鈴木さん、なんか見たいアクションとかってありますか？見たいアクションというか、僕じゃあそこの丸いところの上が見たいな。あ、わかりました、じゃあちょっと飛んでみます。え、いけるんですか？もちろんです。鈴木さん、見てください、見てください、これゴムゴムの UFO で、はい、結構飛べますね、これ、はい、で、でも落ちて、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 危ない危ない危ないですね。お、さらにですね、ヒヤヒヤする、はい、すごい、ビョンビョンとこう、あ、本当だ、そう、あ、向かっていく、向かっていく、このマークがついているところには、はい、いくらでもこう飛びついて掴まれるんですね。はい、掴まれ、はい、出ましたね、マーク。で、そのままこう、はい、橋をあったりです、渡ったりですね、することもできます。いや、ゴムアクションがいっぱいあるんですね。でも、でもこれ以上上、これ以上上いけないんですか？これ、一回いっちゃってますね、うん、ちょっと頑張ってみます。ネズミ返しですよ、これ。ほっ、あ、あ、あ、すいません、ちょっと緊張しております。緊張しております、八幡九山。ゴムゴムの UFO、ちょっと待ちください、これからの、からのセカンドチャン、来ました、すごいすごいすごい、本当だ、本当だ、いける、すごい、へぇ、あ、じゃあこのようにですね、はい、上に登りました。あ、すごい、てか高い、はい、高いですね。大丈夫ですか、高所恐怖症の人いません、大丈夫ですか？でもヒヤッとします、ヒヤッとしますよね、はい、これも実はこの建物かなり高いですけど、実はまだまだ高い建物が、はい、あ、本当だ、高いとこある、え、はい、あっちも行けるんですか？もちろんです。ただちょっと時間がかかってしまうので行けないんですけども、はい、実はですね、こういった建物の上にはもしかしたらレアなアイテムや宝箱が乗っかっていたりすることもあるので、ぜひ皆さんプレイするときにはですね、もう隅から隅まで探してみてください。ワールドシーカー、隅から隅まで集め尽くせるんですね、はい、はい、メインストーリーであの一番上まで行くことはじゃほぼないってことですかね。もちろんですね、このいわゆる収集要素というところで、はい、宝箱をですね、こう集めていただくと、こうトロフィーが解除されたりとか、確かに、メインストーリーでもですね、いろんなこうアイテムを集めてこいとか、はい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 、そういうですね、こういろんな頼みを受けるシーンがございますので、はい、まあ、そういった時に、あ、もしかしたらあそこに上にある宝箱の中にその目当てのアイテムがあるかもしれないというところがあるので、もういくら探しても多分いろんなところに役に立ってくると思いますので、ぜひぜひ、これはすごいですね、いやいや、はい、本当に全部ね、本当に行きたいですもんね、走り回って、ね、飛び回って、はい、いやいやいや、ぜひぜひですね、楽しんでいただければと思います。ではちょっとここで先ほどオープニングムービーの最後に出てきたあれ、はい、やっちゃっていいですか？やっちゃってください、ください。じゃあ皆さんご覧ください。ルフィといえばギアフォースですね。ちょっとギアフォースなんで、あ、落ちた落ちた落ちた、飛べます。飛べ、ギアフォースはですね、すごい、ゴムの弾力でこのように飛ぶことができます。
で、まあ、実は今敵に気づかれちゃったんですけど無視していきます。下の赤いのが気づかれたやつですね。はい、これちょっと敵に気づかれるとですね、このように赤い注意表示が出てきまして、はいはい、真ん中にあるやつですね。で、まあ、ルフィといえば目の前に塞がる敵はもうバッタバッタとなぎ倒していくと、うんうん、はい、そういうイメージだと思うんですけど、あります。このゲームですね、ルフィは、まあ、例えばあのフィルムゴールドのように潜入したりですね、はいはい、まあ、もちろん、うん、あの敵をバチバチ倒すこともできるんですけども、はい、いろんな攻略方法があるので、ぜひぜひいろいろ試してみてください。ルフィが潜入なんてなかなかないですよね。なんか戦いまくるイメージありますけど、はい、いやもうルフィも、まあ、あのフィルムゴールドの時は結局、はい、あの捕まってナミに怒られてましたけども、はいはい、今回はですねしっかり最後まで潜入することもできますので、あらすいません、これはですね、原作通り、あの原作通り、そうですね、ずっとは無理なんですね。原作通りですね、ちょっと無理なんですね。はい、で今はちょっとですね、あの開発中のロムなのですぐ動けるんですけども、しばらくはギアホースにあの変身できないとか、ちょっとですねそこは原作通りのところもございます。いろいろあるんですね。はい、今現状あーっとごめんなさい、ちょっと今放送事故的な今のは見なかったことにしてください、すいません。はい、まあ、このようにですねルフィ当然悪魔の実の能力者なので、はい、水に落ちるとちょっとこれ以上動けなくなっちゃうんですね。ただですね、はい、まあ、これはゲームなのでご安心ください、はい、あの次に動くことはできますので、はい、優しいですね。はい、なんかね、気がついたらなんかすごい、そうですね、なんか風景が変わってますね、いつの間にか。街並みから自然に水晶渓谷、はい、先ほどご覧いただいたスチールガイと打って変わってですね、はい、まあ、先ほど申し上げたこの島が非常に自然豊かな島であるところがよくわかる。あ、このですね、なんか海軍が敵でいたのに今山賊、海賊になっています。そうですね、街中だと海軍でしたけどね、はい、この島がですね実はあの海軍が統治しているんですけども、はい、実はここ最近どうやら海賊の数が非常に増えているらしい。お、海賊が増えた、そういった背景がございまして、まあ、なぜ増えているのか、まあ、当然ですね海賊であるルフィたちもなぜこの島に来ていたのか、うん、まあ、そういったところもですね、ストーリーとして楽しみにしていただければと思っております。謎ですね、海軍が復興した町なわけだから、なんでそこにあえて海賊がそんなに集まってきているのか、なんでいるのか、はい、まあ、ここにもいますね。で、先ほど言いました、まあ、ルフィ、まあ、大体いつもこうおいお前って言って正面からこう戦っちゃうんですけども、はい、あ、まあ、今ちょっと見つかってしまったので戦うんですけども、まあ、これはですね多彩な必殺技、これができるのは見聞色モードと呼ばれるものでですね、はい、見聞色、まあ、いわゆるですね、まあ、素早い技ができますし、はい、こういった回避ができるモードですね。で続いて武装色モードに切り替えると、はい、今度は非常にこう重っ、今かなり攻撃強いんですけど、手が黒くなりましたね。ガードしながら武装色、武装効果でガードしながらこうかなり重たい攻撃を繰り返すことができる、はいはい、今腕に完全に覇気まとってますね、はい、腕に黒い覇気を、武装色の覇気をまとっていますが、はい、このように2つのモードを切り替えながらリアルタイムにシームレスに戦うことができるのもこのゲームの面白いところです。いや、覇気でいろんなモードを楽しむことができるんですね。はい、うん、すごい。ではですね、ちょっとあそこに見えるの誰ですかね、誰かありますか。今日の朝テレビで見たぞ、あいつら。いましたね、見てください、あれ何やらですねジェルマ W6 の一時が海賊たちと商談をしているようです。武器商人である彼らは何をしているんでしょうか。う、怪しい。実はこの彼らともういきなり戦うことができちゃいます、このゲーム。あ、起動起動オラーといった、あ、今見ましたか、ジェルマ W6 なんで、どこからともなく、はい、あの1時だけではなく2時や4時も出てきま、4時も出てきましたよね。まあ、まずはですねこのゲーム囲まれては不利なのでしっかり周りの雑魚敵を倒します。まあ、結構敵の攻撃強いんですけど、あれ見てください、これ爆発する樽があるので爆発する樽を攻撃してみましょう。赤い樽、なんか赤い樽が、おお、一気に変わりましたね。今かなりダメージが入って雑魚敵は倒せました、はい、さらにですねジェルマも今ダウンしていますね。この時に、あ、はい、隙だらけになるのでしっかりと攻撃をすることができます。今武装色の覇気使って攻撃してますね、はい、あ、一時にチェンジしました、一時にチェンジしました。このジェルマ W6 というボスはですね、はい、3人1組のボスキャラクターとなっておりまして、うんうん、まあ、このようにですね1時が司令塔となって、2時や3時にあの指示を出して、こういろいろな角度からいろいろなパターンの攻撃を仕掛けてくる非常に強力な敵キャラとなっております。しかもすぐになんか本当動き早いですね。そうなんですよ、なかなか。今これステルスフィールドを使ってですね、こう姿を隠したり
こう化学力を使って空を飛んだりとですね、はい、まあ、非常に多彩な攻撃をしてくるのでかなり苦戦を強いられるかと思います。さすが科学の軍団ですね。はい、もう科学軍団ですからね。こういう時に覇気をうまく使って、そうですね、素早い敵に対してはもちろん素早い動きをして、はい、避けることも大事なんですけども、先ほど申し上げました武装色でこうガードしながら近づくことも、今これですね、ジャストガード、ビンゴガードと呼ばれるですね、はい、ちょうどよくガードをすると敵がこうのけ取って一時的にこう有利な状況ができると。あ、これですね、これですね、山田君さん上手いですね。いや、もうちょっとやりきっております。だいぶ練習させていただきましたが、はい、結構難しいです。ただですね、これ練習すれば非常に有利なテクニックなのでぜひぜひやってみてください。ではここでですね、はい、ルフィといえばあの、はい、ゴムゴムの必殺技、もう今回ですね、ちょっと大盤振る舞いで連続して出していきます。おっと、レッドホーク、レッドホーク、ああ、ちょっと避けられちゃいました。あ、ただ、今だ隙だらけなんで、隙だらけのところにゴムゴムの、おお、すごい、全部上がった、一気に削った。あとちょっとですよ、思ったよりめっちゃ当たっちゃったんですけど、めっちゃ削りましたよ。うまく当てれば非常に強力な必殺技、今のはですね、あ、今できましたね。はい、このようにですね、こう今から当たれば非常に強力な必殺技を打つことができます。で、今ご覧ください、これ、はい、敵がですね、体力が減ってくると、はい、攻撃がどんどん激しくなって、激しくなってますね。はい、3人同時に攻撃することが非常に増えてきて、もうこれ今ガードが解除されちゃったんですけども、このようにですね、猛攻を仕掛けてくるという状況で、まあ、いろんなボスが出てくるんですけども、いろんなパターンの攻撃を楽しむことができます。ではですね、最後に一番の大技出しちゃってもいいですか。お願いです、見たいお、エレファントガン、こちらがエレファントガン、これですね、すげえ、まあ、このように画面上の敵を一掃できるという超必殺技です。いやー、見事ルフィが1、2、4、4を退けたということで、はい、じゃあ今日のプレーはここまでなんですけども、すごい、まだまだたくさん紹介したいことがあるんですけども、はい、ちょっとですね、何続報は V ジャンプをご覧になってください。そうなんです、ね、すみません、ありがとうございます。よろしくお願いします。まだまだ V ジャンプでね、今後のね、新しい情報も載っけていきますんで、はい、よろしくお願いいたします。はい、まだまだボスキャラいますんで、ぜひですね、このすぐ裏のアミューズメントですと、あとはですね、バンダイナムコエンターテインメントブースで私有台を出展しておりますので、ぜひぜひそちらでも見てみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あ、それではバンダイナムコブースさんではこちら、ワールドシーカーを楽しんでいただきますと、このトートバッグ、はい、はい、プレゼントしておりますので、ぜひこちらですね、持って帰っていただければ、はい、かっこいいですね、このロゴ。はい、ありがとうございます。めっちゃかっこいいですよね、はい、ワールドシーカーのロゴですね。はい、はい、ぜひ持って帰っていただければと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではちょっともう時間も少ない。